伊藤健作 TV。 今日はスーパー行ったらなんか伊藤園からジュースが出てたんで、なんだこれと思って、ヒューガナス宮崎県産って書いてありますね。なんかあとここにね細かいのいっぱい書いてありますんで、後で読んどいてください。俺が読めってか、ちょっと夏みかんかなんかのやつ、よくわからないんであれですよ。まあ炭酸ではない感じですね。こんぐらいにしとくよ。この辺か、この辺か。うん、夏みかんだ。くー、来るね酸味。うまい。あーうまいわこれ。口残りちょっと水っぽさあるけど、十分夏みかん出てて、氷入れたらうまいんだろうなこれ。そうだな、割り物としても美味しいとは思うけど、ちょっと酸味強いからな。割り物か、肉系の脂分が強いものに対してすごく合うかもしれん。で、割るやつもね、なんかそれを考えて割ると美味しいんじゃねえかな。ということで、俺これまた見つけたらスーパーで 2,3 本買ってきますよ。これこの辺美味しかったです。またぜひ買います。